そこにラリアット、すごい、すごい、あくまでも真っ向勝負。あーあー、マーティーレフリーが、マーティーレフリー、これ、いや、これは良くないですね。なんでいいところに、完全に無法地帯、ノーレフリー状態となっているリング上。しかし真壁は諦めない、ダブルラリアット、タンガロー上がった、もう完全に1対2ですね、これ、ね。そこにバッドラックファレ、デッドリードライブ、チェーンを、真壁選手が持っているチェーンをその右腕に巻きつけ、いや拳だ、拳です、危ない、チェーンラリアットですね、でもね。そして、なんだ、あ、タンガロアにレフリーを元に戻せと指示を出しました。まさかこんな決着になるんでしょうか。マーティン・レフリーがカウントを叩く、信じられません。そんなことがバッドラックファレ選手の勝利です。ものすごいブーイング。しかしチェイガースープレックス、これは厳しい、裕次郎選手の目の前、大丈夫か、決めろ、そのまま決めろ、チアダムス、あ、反転されて、唾を吐きかけました、画面に。怒った、チェイガー、おお、かわしてトラシック、逆にチェイガー、あ、ダメだ、焦るな、ペイジちょっと頭に血が上っています。さあ、そしてもう一度ライトパス、あー、ローブロー、ローブロー、レフリー見ていない、マーティ、金敵です。そして腰に力が入らないペイジにブレードランナー、またもや4勝目は金敵絡み。17分10秒、チェイガー選手の勝利です。そのプロレス王の頭を踏みつけています。さあ、待ってください、鈴木選手怒るんじゃないですかね、これ友情、あ、まずいですよ、友情選手、この鈴木みのりの表情、鈴木みのりにバックを取られるわけ、スーパーホールドからゴッチ式、ゴッチ式、早い早い、ちょっとスリーパーの時間が短かったですね。まずい、変速ロープワーク、ラリアットスーパーホールド、ここから来るぞ、お約束の、これゴッチ式パイルドライバーの布石ですよ、スリーパーからね、スリーパーからの力が抜けたところに待っているのはこれ、おお、腕を取ってさらに掴んで、いい、スリーパー、逆落としが出ましたよ、岡本さん、決まったよ、これは、これは危ない、決まった、そしてゴッチ式パイルドライバー、決まってしまった、勝ったのはキングオブプロレスリング、プロレスの鈴木みのりです、鈴木みのり選手の勝利です。スリングブレードを狙った棚橋に対して、いや、この張り手がある、トラスティック張り手、立たせる棚橋、ラリアット、今のは叩き潰すかのようなラリアットでした。そうですね、なんかガーカルス、いつもの勝ち上げとまたちょっと違うような角度で、棚橋しろしろ、ハイフライフロー、まだわかんない、まだわかんない、しかもね、今ね、吉橋が奥に見えたんで膝が当たりましたよ、タナの膝打ちましたね、タナ選手、この試合まだ分かんないよ、これはちょっとタナにとってはアクシデントに近い膝へのダメージ、もう無我夢中、必死の吉橋が呼び込んだチャンス、ダブルニーアタック、2で返す、これ裕次郎選手、これ次、吉橋は瞬間が来ましたよ、次だよ、もっといかないと、さあ、吉橋は心も体も砕けていない、あー、バタフライをそのまま抑え込んだ、うわー、ま、すごい、棚橋、まさかの棚橋の勝利です、恐るべし勝利です、ものすごい高さだ、エルガンのナダル式ブレインバーサー、エルガンのラリアットかわした、レインバーカウンターで決まっちゃいました、ヘンデルソンスープレックス、
られる投げられる触れた瞬間宙に舞うドロップキックバーニングハンマーです。バーニングハンマーを狙っている。ついに究極系エルガーバーニング手を離さない。そしてスルスト行けない。逆に行けない行けない。あった岡田和地下ツームスト。そして行くかローリングメーカー。しかし立ち上がるのはエルガー。もう一発レインメーカー。決まったか。これ決まった。勝ったのは岡田和地下。強い。よっしゃ俺が勝たなきゃ面白くないでしょ。任せなさい。しっかり G1 クライマックス優勝してきます。今日はどうも。